はいどうもこんにちはクレイです。というわけで今回は本日2020年1月8日にやってきました S ランクライトの追加、こちらについての動画を撮っていきたいと思います。はい、というわけでございまして、レギュラー選手最後のポジション追加となりましたこのライトでございますが、まあ、今後はですねまだ出ていない投手の枠の追加であったりとか、あとは野手のベンチ枠等々のねこの通常のポジション追加に関してはね、なるかなと思うんですが、こっから先はですねベストナイン対等ホルダーであったりとか、ワールドスターであったりとか、あとは侍ジャパンであったりとかと、特別リアリティのね、登場がかなり本当にやっていきますので、まあレギュラーの選手のねポジション追加はここで終わるんですが、まあまだまだね、これからプロスペースはかなり盛り上がっていきますよというところでございます。であとは1月のガチャスケジュールに関してはですね、すでに動画、先日アップ済みですので、まあぜひですねそちらの動画見ていただいて、この先のスケジュール感ねイメージしていただけるといいのかなと思います。ということでございまして、今回のラインナップとしてはこんな感じでございまして、まずは12名の能力ポイント解説からやっていきたいと思います。でその後ですね超自チームスナイルチスカウト、回していきたいと思うんですが、まあ正直ね明日か明後日あたりワールドスターとか来そうだなっていう予感がしているので、まあまあそんなにここのガチャね回す方いないと思うんですが、今回ここで回していきたいなと思います。ということで早速本編やっていきましょう。はい、というわけでございまして、まずは12名能力ポイント解説からやっていきたいと思います。まずは西武木村選手ですね。はい、この木村選手に関してはミートとパワーがそれぞれダウンの査定になってしまいました。マイナス4マイナス3っていう査定かなっていう形になっているかなと思います。能力的にはライトの守備が C 弾道中弾道57、66、77という能力になっております。であとは守備適性もですね、ライトの適性 B あったんですが、そこが C に下がってしまいましたよというところでございます。続いてソフトバンク中村晃選手でございます。はい、この中村晃選手に関しては昨シーズンのシリーズ2、2018シリーズ2以来の1年ぶりの登場になっているかなと思います。能力的にはですね74、70、68ということで、称号試合ではですねミートとパワーの同値が一応狙える形になってます。ミートマイナス1パワープラス3ミスターフルスイングかなが付けられると、ミートとパワー同値になりますよというところです。あとはこの中村晃選手に関してはレフトの方がね守備適性高い形になっています。限界突破3回できればレフトとファーストがそれぞれできる形になりますので、まあそこも一つポイントかなというところでございます。続いて楽天ブラッシュ選手ですね。はい、このブラッシュ選手に関してはミートがですねシリーズ1の通常から比べますとプラス13ということで、かなりの爆上げになりましたよというところでございます。まあセレクションがねすでにこのブラッシュ選手は登場して、3200というところはすでに登場している形にはなってるんですが、まあそこよりもさらに能力上がってね今回出てきている形になっております。あとはまあパワーもねプラス6というところで称号なしでパワー A 乗りましたよというところです。あと守備適性ですね、守備適性の部分で言うとファーストの適性がですね D から F に、2段階下がっちゃったので、まあ、限界突破が5回必要になりましたというところで、ただまあ基本的にはライトで使ったりとか、またはDH代打枠っていうところに置く方が多いのかなというふうに思います。うん、ただこのブラッシュ選手間違いなく楽天のね野手の中でもかなり能力が高い選手になるかなと思います。浅村選手とか僕自身も使ってるんですが、まあ、その次ぐらいにねこのブラッシュ選手も入ってくるんじゃないかなというふうに思っております。続きましてロッテマーティン選手ですね。はい、このマーティン選手に関しては S ランク初登場になりました。で能力的には60、79、71ということで、称号試合ではパワー A 狙える形になっております。あとは守備能力ですね。はい、肩がですねなんと S90 ということで、素晴らしい能力で出てきましたよと。まあなかなか初登場だとね結構査定渋かったりするんですが、ここはさすがの能力だなというところです。であとはここですね、はい、特殊能力でレーザービームも持っております。でレーザービームってあんまりね持ってる選手がそんなに多い特殊能力ではないんですが、効果的にはこんな感じで外野から低く鋭い送球ができる、外野手の遠投が低い弾道になるということで、まあこれでもあんまりねこのプロスペースというアプリの中ではまあなかなか目にする機会がないかなと思うんですけれども、まあこのマーティン選手の能力をねしっかり再現しているかなというところではございます。続いて日本ハム太田選手ですね。はい、この太田選手に関してはアニバーサリーがね既に登場している選手ではございますが、シリーズ1から比べましてかなり全体的にですね能力が上がっております。で能力的には75、78、76ということで、証拠試合ではパワー A ないしはミートとパワーの統治が、狙える形になっております。まあ当然ながらアニバーサリーで手に入れてる方はねここスルーでいいと思いますけれども、まあ今回登場しているこのライトの中で唯一のねライトの A になっておりますし、まあ能力もね本当に素晴らしい、能力ですので、まあ、こう使ってる方、非常に多いんじゃないかなと思います。続いてオリックス中川選手ですね。はい、この中川選手に関してはシリーズ1から比べましてミートと走力がそれぞれ4、5というねアップ査定になっております。で逆にパワーに関してはねちょっとダウンでマイナス4という査定になってしまいましたよというところです。ただ守備適性に関しては、こんな感じでございまして、ライトの守備適性が D から C に上がりましたね。であとは限界突破4回できればファーストセカンドサードレフトの4ポジションもできる形になってます。まあこの中川選手に関してもねまだまだこれから能力伸びる選手だと思うので、まあ、ぜひ来シーズンの飛躍に期待したいなというところです。続いて巨人亀井選手
ですね、はい、この亀井選手に関しては全体的に能力アップしました。この年齢のベテラン選手がなかなか能力こんなに上がることって今までなかったと思うんですけれども、ミートに関しては確かプラス6ぐらいだったかな、かなり大幅なアップになっているかなと思います。で、勝負試合ではミートとパワーの同値も狙える形になりました。もともと確かパワー総力同値あったのかなっていうところから、このシリーズはミート型に変わっているわけですが、まあ、ミートとパワーの同値なんかも狙えるよという能力です。あとは限界突破ゼロでレフトがいけるっていうのも、熱いポイントかなと思います。あとファーストの適性も F ではあるんですけれども、久々に復活した形になってるかなと思うので、まあ、そこも、熱いポイントなのかなというふうには思います。まあ基本的にでもライトがレフトで使う方が多いかなという感じです。続いて DeNA 佐野選手ですね。はい、この佐野選手に関してもシリーズ1から比べまして全体能力アップしております。で、ライトの適性もですね D から C に上がっておりますので、まあかなり使いやすい形にはなったのかなと思います。ただずっと謎なのがセカンドとショートの適性、この佐野選手全然消えないんですよね。セカンドとショートなんてもうほぼ守ってないのに、まあたまに DeNA の選手はこの謎適性があったりすることが多いかなと思うんですが、この佐野選手このシリーズに関してもセカンドとショートの適性残っているよという形になっています。あとこの佐野選手に関してはね、もうご存知の方多いと思いますが、筒香選手の後の新キャプテンにね、就任されることが決まりましたので、まあぜひですね実際のプロ野球の中でも活躍していただいて、このプロスペースの中でもがっつり能力上がってほしいなというところでございます。続いて阪神糸井選手ですね。はい、この糸井選手に関してはミート A が復活しましたね。はい、ミートがプラス1かなでミート A になったよというところです。ただまあパート総力に関してはダウンっていう感じになっちゃったんですが、シリーズ1でねがっつり落とされていた守備適性に関しても、まあライトに関しては E から D に戻りましたよというところです。ただセンターとレフトに関しては F 査定になっちゃいましたというところですね。ただまあライトの選手の中でもね、間違いなく能力高い選手であることは変わりないですし、まあ守備査定に関してはちょっと不安だなって方は、まあ DH ないしはベンチワークっていうところに、置いていただければいいのかなというふうに思います。本当に能力に関してはね相変わらず高いので、ここも強いかなというところです。続いて広島鈴木誠也選手ですね。はい、この鈴木誠也選手に関してはシリーズ1から比べて総力が、アップしましたね。プラス3という査定になってます。あとはミートもプラス1上がりまして、称号なしでミートとパワーが同値になりました。あとは守備適性に関しても同じ C の中ではあるんですが、 B アップしておりまして67というところになりました。まあもうすぐ B も見えてきそうだなというところで、今年ゴールデングラブも取りましたしね、うん、いつかライト B っていうところに届く可能性もまあなくはないのかなっていうふうに個人的には思っているところでございます。まあ、あとはそれ以上に守備積極っていうのもね非常に大きなところかなと思います。特にリアタイとかではね、落ちるか落ちないかっていう打球がね、この積極っていうところかどうかっていうところで結構変わったりもする部分だと思うので、まあこのライトの中の一番の目玉と言えるかなと思います。続いて中日平田選手ですね。この平田選手に関してはミートと総力がシリーズ1から比べてダウンになりました。あとは称号試合では、まあ、ミート A も狙えるよという能力でございますが、まあ、シリーズ1はねもともとデフォルトでミート A だったのが、そこはちょっと下がっちゃったっていうところ辛いですが、まあプラス1なんでね、まあ、称号がいければ大体は決まるかなっていう感じかなと思います。あとはまあ守備適性に関してもね、ライトを A でもいいんじゃないかなと思ったりする部分あるんですけれども、まあ肩の方がですね A80 になりましたよというところです。あとは限界突破3回できればセンターレフトもいける査定になってます。で、最後ヤクルト雄平選手です。はい、この雄平選手に関してはミートがマイナス3のダウンになってしまいました。シリーズ1ではねミート総力同値だったんですが、そこが残念ながら崩れてしまいましたという感じであるんですが、まあミートプラス3の称号とかがねつけられればまたそこも復活するよというところです。あとは特殊能力で超代打の神様っていう特殊能力を持っているのも、まあこの雄平選手のね一つ強みかなと思います。はい、というわけでございまして以上ですね12名のポイント解説やっていったんですけれども、こっからですね超自チームエースのエルチスカウト回していきたいなと思います。で、まあ今回ね冒頭も言ったんですが、明日明後日あたりね、まあ、おそらくワールドスター来るんじゃないかなと個人的には思っていますので、まあちょっとエナジーのね、使い道というかエナジーちょっと温存していきたいなというところであるんですけども、とりあえず1000エナジー用意しました。はい、右上見てデータ分かると思うんですが1000エナジー用意しましたよというところです。で、まあ今回に関しては S ランクが出たら、即終了したいなと思います。まあ誰が出てでも S ランクが出たらその場で終わりたいなと思います。ただまあ出なければですね、1000エナジー全部使う最大40連ですね、やっていきたいなと思います。で、まあ今回狙うのはこの選手です。はい、もう佐野選手一点狙いでいこうかなと思います。まあライトの選手ね、他にもたくさん、いい選手がいるんですけれども、やっぱりこの浜のね新首相を狙っていきたいなと思います。じゃあ行きましょうか、超自チームエース狙い撃ちスカウト。まあこのスカウトに関しては、今回のライトの選手が出る確率も当然高いんですが、 S ランク引ければかなりの確率で自チームもね引けるので、まあそこも狙っていきたいところですね。はい、じゃあ行きましょう。さあ10連目、もう正直今回10連目で終わりたい、本当にお願いします。10連目 S ランク来て頼む。うーん、 SHV さあガットイン、うわー来ない、割れて、いやー、まあさすがに10連じゃ終われないか。おー、1枚目から A ランク小田選手、ありがとうございます。まあでも演出来なくてもね突然終わる可能性あるから、さあ頼む。7、お
おお、ブセニッツ選手の A ランク初めて当たりました。ありがとうございます。ブセニッツ選手の A ランク結構強いんじゃないのかな。能力ショット見ましょうか。はい、ドン。おお、筒香選手の A ランクありがとうございます。筒香選手もそろそろ配置停止になっちゃいそうなんでね、まあ、本当にできる限り集めておきたい。っていうかあれか、今日追加になった A ランクですね。ちょっとそこ見たいな。はい、こちら676052ということは、まあ、777062か。一応 QEA 狙える形にはなってますね。ほうほうほう、なるほど。あー、ブセニッツ選手高速チェンジアップ持ってますね。はい、面白い能力ですね。さあ20連目もう終わろう。 S ランク出して終わろう。佐野選手出して気持ちよく終わろう。お願いします、頼む。よいしょ、紙吹雪。いやー来ないか。さあ、いやでも超だる逆転戦ならいい。さあ頼む、本当に頼む。燃えて、あーカットイン、頼む頼む、割れて、よーし終わります終わります、これで終わります。よしよしよし、しかも有原選手ありがとうございます。いやでもこれで終わるよ。もうあとは10枚目まで耐えれば自チームの選手は確定。いきましょう、さあどこで来る。おー2枚目、おーおお、2枚目、おおDNA は引けました。山崎朝彦選手ありがとうございます。いやでもまあこれありがたくミキサーに使わせていただきましょう。ただまだワンチャンある、まだもう1枚出る可能性あるぞ。10分の2だからな。さあ頼む頼む、もうエンディング終わってる気がするけど頼む。はいはい、ラスト、おお2枚、いや本当に来るとは思わなかった正直。かぶりではありましたが普通に神引きでした。ありがとうございました。